皆さんこんにちは、春日井広報大使宮本です。今回の宮本チャンネルは前回に引き続き消防団の皆さんとの座談会です。知ってるようで知らない消防団、町の安全安心を支える大切な存在なんです。地域防災の要として災害発生時に現場へ駆けつける消防団。座談会の前編では活動内容や体験談などを話しました。後半では消防団の情報をより深掘りします。消防団に入る若者は将来有望だな。でもなんでこの消防団に入ったんですか？きっかけ教えていただきたいんですけど。たまたまテレビで消防団の活動しているのを見て、私の父が消防士なので、この育った町であり春日井を守りたいという気持ちが強くなり、入団しました。消防士にはならなくても有事の時には消防活動に参加できるっていう、その体制があってもいいなって大人になったら理解できますよね。はい、そうです。地元愛から消防団。私は将来消防士になりたいという夢を持っており、少しでも学生の間消防のことに触れておきたいと思ったのが入団のきっかけです。木の別分団に入ったからこそ聞けた話もある。避難所の運営ということで、その地域の方々とのつながりといった点の話を聞けたこともあります。そうか、学生では地域との関わりってまだないもんね。はい、ないです。それ作るきっかけにはここの消防団だと。はい。ははー。お母さんがなんかボランティア活動をやりたいって言ってたんですけど、一人で入るのがすごい不安だから一緒に入ってほしいって言われて一緒に入りました。きっかけはお母さんの付き添い。そうです。でもこれが嫌だなとか、あ、何の身にもならないと思ったらやめてたわけですよね。そうですね。私が将来看護師になるので、その時に役に立つのかなと思って、はい、そう入る時も一応そういうことも考えて、で入ってからその応急手当の知識が身につけられたので良かったなと思いました。まあ、皆さんの考えが、まあ、いざという時、まあ、誰かのためになればなっていう意識があるからこそこの入った必要だと思いますよ。でしかも看護師やれるんであればね、その笑顔が必要です。どう思う、鈴木さん。はい、必要だと思います。今後もっと地域と密着して、地域の方々に消防団をもっと知ってもらって、何かありましたら、頼っていただければなと、思っています。例えばこの子はこれができるけど、この子はあれができないっていう形を作らないためにも、みんなが同じ方向を向いて避難所運営をやっていけるようにしたいと思っています。特別なことがなくても、体力とかなくてもできるので、人との関わりをたくさん持てるので参加してみるといいと思います。多岐にわたるこの消防団、ここまで築き上げてきたメンバーと築き上げるメンバーでもありますけど、これからも大変だと思いますけど、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。仲間が欲しいですね。どうすれば入れるんだろう。伊藤さん。はい。さあ、ここまで消防団の皆さんにお話を聞かせていただきましたが、見てらっしゃる方で、あ、じゃあ参加しようかなと思ってらっしゃる方、どうしたらいいんでしょうか。消防本部の伊藤さんにお聞きします。はい、では私から説明させていただきます。年齢が18歳から40歳くらいで、春日井市に在住、在勤、在学している方でしたら、どなたでも入団することができます。自分たちの町は自分たちで守るという郷土愛護の精神がある方がたくさん在団しています。入団の申し込みは春日井市消防本部までお電話してください。私たちと一緒に大好きな町春日井市を守りましょう。それでは最後に未来の消防団員の皆さんへメッセージ。僕たちと一緒に春日井の安全安心を守りませんか。皆さんの入団お待ちしております。